やられたらやり返す。人生倍返しだ。日テレのドラマ花咲舞が黙ってないの最終話が放送されました。半沢直樹の大活躍で素晴らしいラストシーンでした。ですが私は半沢直樹役が岸谷五郎さんではなかったら土下座すると約束していました。私の間違った考察により劇団ひとりさんにも申し訳ないことをいたしました。私は土下座してお詫びしましょう。時間ないんで早く土下座してもらえませんか。ちょっと待っていただけますでしょうか。亀沢直樹さん、私があなたを無罪にして差し上げましょう。本当ですか。だって半沢直樹役は劇団ひとりさんで岸谷五郎さんじゃなかったじゃないですか。お言葉を返すようですが、あなたは花咲舞が黙ってないの最終話をきちんと見たんでしょうか。だったらお分かりのはずだ。確かに劇団ひとりさんは半沢直樹だった。しかしここにいる被告の亀沢直樹さんもまた半沢直樹なんです。彼は田畑の半沢直樹として勤める居酒屋串焼きの都でお客さんに毎日半沢と呼ばれモノマネを披露し続けております。遠く熊本から来る方もいらっしゃれば、こないだは学校を休んで仙台から東京にやってきて東京の各所を観光して回った末にたどり着いたその居酒屋で亀沢直樹さんに会えたことが一番嬉しかったと子供が証言しております。ある居酒屋では小さな子供が亀沢さんの足元を走り回って半沢さんだ半沢さんだと駆け回っておりました。それってなんか関係あるんですか。あなたはその子の目を見て言えるんでしょうか。この人は半沢直樹なんじゃなくて売れない芸人崩れの底辺 YouTuber なんだと。そう、つまりこの亀沢直樹さんは立派な半沢直樹、田畑の半沢直樹なんです。そしてちょっと黙ってください。黙りません。花咲舞が黙っていないの最終話を見たのならご存知のはずですが、半沢直樹さえも小さき者として自分の場所で戦っているというのが描かれ、そして頭取になるという発言をいたしました。こうは言えないでしょうか。人は多かれ少なかれ誰もが半沢直樹であると。だとしたらこうは言えないでしょうか。岸谷五郎さんもまた半沢直樹なんではないかと。半沢直樹は誰のものでもありません。トゥインクルコーポレーションの半沢直樹もいればキスマイフット2の半沢直樹もいらっしゃる。堺雅人さんも半沢直樹、劇団ひとりさんも半沢直樹、そしてまた岸谷五郎さんもまた半沢直樹なんです。これでお分かりいただけたでしょうか。被告が言っていた岸谷五郎さんは半沢直樹であるという証言は決して間違いではなかったということ。あのダメズミという弁護士、目障りですね。あなたも見たいと思いませんか。亀沢直樹の土下座を。誰も
興味ないと思います。さあということで、各ドラマが最終話を迎えて、花咲舞が黙っていないの最終回では、半沢直樹が頭取を目指すっていう発言をしたから、今後のシリーズに期待ができるのと、花芽純さんが打ちのめされて笑い続けるっていう熱演を見ることができました。でアンチヒーローはやっぱりですね、最終回を迎えて完全にメッセージ性だけで言ったら一番面白いっていうか、一番突き刺さるメッセージだと思いました。あれも最初からプロデューサーが言ってたんですけども、現代社会の行き過ぎた正義に一言申し立てたかったらしいんですけども、これ完全に今の週刊誌とか SNS とかスキャンダルで叩きまくってることに対するアンチテーゼのような気がしました。人は人を裁いてはいけないってことなんですよね。でなんか司法の格言で言われてるらしいんですけども、あの10人の真犯人を逃がすことになろうとも、一人の無罪の人を、裁くなかれっていう言葉があったと思うんですけど、あれとかよく、それでも僕はやってないの映画の冒頭でも引用されているんですけども、あのセリフとかむちゃくちゃ現代社会に生きてくるはずなんですよ。とにかく人は人を裁く権利なんてもともとないんです。だからパワハラとかいじめっていうのはもうそれの最たるもんだと思うんですけども、だからいじめなんて一番いけないんだなって思います。そしてあれ、あんだけロジックと難しいセリフを積み重ねながら、最後の最後で、あの、秋澄さんが、人を裁くのは気持ちいいですからね、って言うんですよ。そこで急になんか短絡的な言葉に落とし、ストンって落とし込むところが深いと思いました。だから、いじめダメ、人を裁くのダメだよ、ダメだよって言いながらも、そうやって裁いてしまうっていう、あの、善悪が入れ替わる瞬間っていうのがよくあるんですけど、そこをね、慎重に考えていかないといけないなと思いました。だから、最終回のラストシーンで、秋澄が、あなたは本当に人を殺したんですかって言った時に、あれ視聴者に向かって言ってるじゃないですか。当たり前だけど、視聴者って人を殺してるわけないんですけど、あなたは本当に人を殺したんですかって、殺した大前提になってしまってるんですよ。これが今の社会にあれを訴えかけてるんですよ。あなたたち人を殺してるんですよっていうことを言ってるんですよね。あれだから秋澄を出すし、あ、だからあれがラストシーンが、だからさ、秋澄が出てきてあれを言ってんのかもよくわかんないじゃないですか。ああいうなんか入れ子構造っていうんですか、ループしてる構造も含めて、ちょっとアンチヒーロー凄まじい開演でしたね。あのキムタクのビリーブもむちゃくちゃいいんですよね。キムタクのビリーブは単純にこのあのドラマチックな構図っていう意味では一番だったと思うんですけども、アンネットと、ビリーブもちょっと楽しみなんですけども、そんな感じで今後の日曜劇場にも期待、日本のドラマ界にも期待です。そんな感じでダメ沢直樹でした。あのなんで土下座しないかっていうことにおきましては、土下座してもあの笑いを取れない面白い土下座の仕方が思い浮かばなかったんですね。ということで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。